こんにちは、エヴァとタケシです。今回は、全世界の人にダメだと否定されても、私は自分を大丈夫だと思いますから、というのが、自己肯定感、というテーマでお話ししていきたいと思います。自己肯定とは、自分を肯定することです。自己肯定感とは、自分で自分を肯定できている感じがすることです。 肯定とは、私は価値のある人間だと思いたい自分に、そうだそうだと同意することです。私は価値のある人間として生きていきたいと思っている自分に賛成することです。肯定する自分とは、そのままの自分です。そのままの自分とは、不完全な自分です。弱いところやできないことがある自分に、そのままでも価値があるから大丈夫だよと寄り添ってあげることが、 自分を肯定することです。他人に何と言われようと、自分だけは自分の味方になってくれるから大丈夫という気持ちを持つことが自己肯定感があるということです。人間の価値は生きることです。あなたが今生きているということにあなたの価値があります。そのままの自分でも価値があるから大丈夫と,と肯定するのは、そのままの自分でも生きていけるから大丈夫と思うことです。 そのままの自分でも生きていける。だから弱点や欠点がある自分を嫌う必要はないんだよと思うことができます。生きることが苦しくなるのはそのままの自分を否定するからです。そのままの自分をダメだと責めるから自分が苦しくなります。どれだけ変えようと思っても変えることができない自分の特性を嫌うことで自分を苦しめることになります。自分のここがダメだ。 自分のここを直さなければいけないと弱点や欠点を消すことばかり考えることで毎日精一杯生きているという自分の価値が見えなくなってしまいます私たちはもともと自己肯定感がマックスの状態で生まれてきます生まれたばかりの赤ちゃんには自分を否定する気持ちはありません私たちは成長するにつれてだんだんと そのままの自分ではダメなのかもしれないと思うようになります。なぜなら世の中には他人の人格を否定する人がいるからです。人格とはあなただけが持っている性質です。あなたの人格とはそれがあるからあなたですというみんなと違う特徴です。人格を否定されるとはそのままの自分が否定される、そのままの自分には価値がないと評価されるというとても辛いことです。 そのような人格指定をする人の言葉を信じることで、あの人の言う通り私はダメな人間なのかもしれないと思うようになります。世の中にはみんなと同じことをしていない他人を許すことができない人がいます。みんなを同じにしなければ気が済まないという几帳面すぎる人がいます。みんなと違うあなたはダメですよと攻撃せずにはいられない人がいます。世の中には お前はダメだと他人を否定することで、どうだ、俺の方がすごいだろうと優越感を得て、気持ちよくなろうとする人がいます。そのような人たちの否定的な言葉を浴びせられ続けることで、そのままの自分でも大丈夫と肯定する力が失われていきます。他人を否定する人が多い中で、自己肯定感を高く保つには、 何があっても自自分分だけは自分を肯定する。どんな状態になっても自分だけは自分を肯定するこの世界の全ての人に否定されても自分だけは自分を肯定すると決めることです人格否定をせずにはいられない人が多い世の中で他人に肯定してもらうことを期待するのはかなり危険です私を褒めてくださいと求めれば求めるほど お前はダメだと否定されることが多くなり、精神状態が悪くなっていきます。否定するのは他人に任せて、自分は自分を肯定する役に徹しましょう。例えば、2年間も引きこもっているお前はダメだと言われたら、いや、私は2年間も引きこもって生き延びることができている自分がすごいと思うんですけど、と肯定することができます。あなた、 これから2年間引きこもれって言われたら、引きこもることができますかできないでしょほら、あなたができないことを私はできるんですよ、と自信を持つことができます。引きこもりをしている自分を肯定したら、引きこもりを直すことができないじゃないか、と思う自分がいたら、こう考えるのが自己否定だ、と気づくことができます。直すという言い方をしている時点で、 そのままの自分ではダメだから直さなければいけないと否定していることになります。引きこもるというのは自分が否定されないための手段、自分が傷つかないための手段、自分を守るための方法です。なので自分は引きこもったから今日まで生き延びることができたんだと自信を持つことができます。そのままの自分が否定されることの恐れから抜け出すためのファーストステップは 自分で自分を否定するのをやめることです。どんな状態の自分も肯定してあげる体験を積み重ねることで、自分だけは自分を肯定してくれると安心できるようになってきます。他人に何と言われても、自分だけは自分の味方になってくれるという心の寄り所ができることで、外に出ていく勇気が生まれてきます。ということで、自分を肯定するというのは技術です。 自己肯定は技術なのだから練習すれば上達します。他人にダメだと否定されるたびに自分を大丈夫と思える理由を作るという体験を積み重ねることで自己肯定の技術を磨いていってほしいと思います。他人に人格否定をされるたびにやったーまた自分を肯定する能力を高めることができるぜと喜んでいきましょう。 今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。